自民党の和田議員が2日にツイッターにて次のような発言をいたしました。 NHK のドキュメンタリー BS1 スペシャル河瀬直美が見つめた東京五輪、五輪反対デモに参加しているという男性が実はお金をもらって動員されていると打ち明けたと放送された。実なら民意を歪めようとする工作が何者かによって行われていたということだ。様々なことが明らかになろうとしていると、で、こう、歩きたいなと思って。はい、あ、全部、光熱代から全部一緒で、海で。結局、デモは全部上の人がやるから、うん、いや、もう、書いたやつを、それを言った後に言うだけやから。うんうん、こう、でも、いつあるでと、どういった感じの知らせが来るんですか？あ、それは、もう、予定表をもらってるから自分、はいはいはい、それを見て行くだけで、でこう歩きたいなと思って、はい、あ、全部光熱代から全部一緒で、海で。結局デモは全部上の人がやるから、うん、いや、もう書いたやつをそれを言った後に言うだけやから、うんうん、こうでもいつあるでと、どういった感じの知らせが来るんですか？あ、それはもう予定表をもらってるから自分、はいはいはい、それを見て行くだけで。で、 NHK 大阪拠点放送局によりますと、去年12月に BS で放送されたドキュメンタリー番組河瀬直美が見つめた東京五輪の中で NHK が取材した男性について、オリンピック反対デモに参加しているという男性、実はお金をもらって動員されていると打ち明けたという字幕をつけて紹介しました。放送後、字幕に対する視聴者からの問い合わせが相次ぎ、NHK 側が男性に確認したところ、男性はデモに参加する意向があったものの、実際に参加したかどうかは確認できなかったということです。NHK は、社会派の映画監督のはずの河瀬直美、一体どうしたんでしょうか。河瀬直美、公式五輪映画監督という名前のために正義と公正を投げ捨てたのでしょうか。河瀬直美、お金と地位のためならば何でもするの。